サッカー IQ が高いのは、富ではなく〇〇。アベマで、スポルティングの MF 森田秀正がインタビューに答えている。その中で、日本代表でサッカー IQ が最も高い選手を問われると、僕ですとまさかの回答。サッカーの話をするのは、久保建英とか田中翠とか、鎌田大地とか、富と宮下慶陽とか、みんなしますけど、富とかと迷ったんですけど、僕っすね。面白いかなと思って。一番サッカー IQ 高いのを自分って言えるのさすが。富安と迷うあたりも。確かにね。富安、久保、田中碧、鎌田、そして森田はみんなサッカー IQ 高いと思うこの選手たちが中心となるチームになったら面白い。いや、マジでそう思うよ。富安もすごいし DF に関しては富安だけど、バランスを取ることについては森田かな。攻撃については伊藤か鎌田かな。久保は全体までは見てない感じ。林見佐々木平さんからもサッカー IQ が高いと評される森田秀正。遠藤だけじゃない。森田もビッグクラブで十分にやれる。森田ってポルトガルで大活躍なのに移籍できないの？ポルトガルっていろんなとこから声かかるイメージあるんだが。森田ってレオザ好きっぽいし多分サッカーをちゃんと考えてやってるタイプなんだろうな。そりゃ森安に文句言いたくなるわ。森田みたいなサッカー IQ 高そうな選手が世界的に評価されてる気鋭の監督の指導を受けてるのって日本サッカー界にとって素晴らしいこと。みんなの口から出る富安マジですごいんだろうな。